分隊は怪我人を連れて後方に下がれ。第5分隊は第3分隊の援護だ。敵を近づけるな。おい、第7章死闘の海岸線。緊急報告。二次の砲撃、銀閣と銀閣の攻撃により第6分隊が全滅の危機です。銀閣と銀閣、あの滞在人も生き返ってるってのか。あの二人は波の忍びじゃ相手できない。第6分隊は下がらせろ。あの二人は俺たち第1分隊が相手をする。行くぞ。やっとお会いできましたね、金閣様、銀閣様。なんだお前、低俗な忍びごときが俺たちの前に立つんじゃねえよ。大先輩に失礼な話ですけど、これからお二人の金と銀のメッキを剥がすことになるかもしれません。大先輩への口の利き方が気に入らねえな。すぐに黙らせてやる。やるぞ銀閣。どうよ金閣。こんな三下どうやろうが。誰でしょう。よし、あんたたちの悪行もこれでおしまいだ。金閣、銀閣。なんだ。しまっ。ているものの呼びかけに応えるだけでターゲットの声を録音し封印する。かつてあんたたちが持ってた最強人具だ。今回は俺らのために使わせてもらいましたよ。雲に二つの光ありと歌われたこの俺たちがこんな野郎どもに。初めに言ったはずっすよ、金と銀のメッキ剥がすことになっちまってすみませんね。金閣銀閣は封じた。大事部隊、ここから巻き返すぞ。うわー、どうした。海岸線にあった大きなチャクラが2つ消えた。本当か。現地からも連絡が入った。金閣銀閣は琥珀の城兵に封印。海岸線の戦いは忍び連合軍が優勢とのことだ。よし。わざわざ転送の術を使って琥珀の城兵を送った甲斐があったな、マブイ。はい、お役に立てたようで何よりです。で、この後はどうする。すでに海岸線に吉地殿を含む各隊からの援軍を向かわせています。このまま一気に決めるわけだ。ええ、この機を逃してはありませんからね。銀閣を抑えるまではうまくいったが、まだまだ敵の数が多い。白いやつはまだいい。江戸転生された忍びが厄介だ。やつらをどうにかしないと。正気は。すまん、待たせた。吉地さん、ここの戦いが最も激しいと連絡を受けた。第二部隊の一部を援軍として連れてきたぞ。他の部隊からもいくらか戦闘員が回されてきてるはずだぜ。正直助かります。どうした、動きが遅いぞ長次。なんでこんなことになっちゃったんだよ。しっかりしろ、覚悟決めたんじゃねえのか。私たちがやらないと他の人たちがやられちゃうのよ。分かってるけど、相手はアスマ先生なんだよ。今の俺は敵でしかない。死んでる人間だ、容赦はいらん。でも無理だよ、僕は先生を殴り倒すことなんてできない。どうしてだ長寿。ダメだ、長寿のやつ完全に戦意喪失してやがる。クソ、ガンドが勝手に来るぞ。やるなと言いたいところ。
ったが。くそ、まだ浅いか。すぐに復活しやがる。やっぱり私たちだけの力じゃ。ジョージ、僕は。お前が真に守るべきものは誰だ。守るべきものの意味を吐き違えるな。お前も誓いの言葉を口にしたはずだ。先生、自信を持て。今日からお前も一人前だ。今度はお前が誓いを宣誓し、子供を守り育てる番になる。僕、結婚できるかな。長次、お前がアスマにいつも何が足りないって言われてるか分かってるな。お前は仲間思いの優しい男だ。だからこそ誰よりも強い忍びになる。自分にもっと自信を持てる。自然になんとなく変わっていくんだと思ってた。大人になってけば自然と心も体も強くなっていくと思ってたのに。誓いはただの儀式だと思ってたけど。ジョージ。さあジョージ、宣言の時だ。誓いの言葉は知っているな。我、ここに誓う。秋道十六代目当主として十五代目より託されし誓いを十七代目へと成りゆくわらべへと託す。我、秋道長次は山中なら両一族を守り、木の葉を守るため、いざさなぎから京へと戦い。長次。そうだ長次、その顔だ。さなぎの殻が思ったより硬かったか。さて、こっからは飛べるな。もちろん。やるぞ、いいな。来い。イノ。分かってる。神殿分身の術。影縫いの術。それさえありゃ、お前は誰よりも強い神秘だ。今は誰よりも自信満々のいい顔してやがる。お前らにはもう何も言うことがない。まさに完璧なイノシカ長だった。先生。アスマ。アスマ先生。ありがとう。
行こう、二人とも。ジョージ。僕がこの戦場を終わらせる。だからしかまる、イロ、協力頼むよ。ああ、ジョージ、あんたと今までいたけど、これまでで一番説得力があるわね。報告。海岸線の戦いにおいて忍び連合軍が奮闘。各部隊の協力もあり、敵数が大幅に減少しています。よし、どうなることかと思ったが、海岸線もこのまま忍び連合がもらったな。これで1日目は終わりだ。すぐに2日目の作戦を考えねばな。第4を除く全ての部隊が勝利を収めたとはいえ、敵はどんな切り札を持っているかわからない。2日目も今日同様、慎重に。なんだと。ん、どうした、井之一。緊急連絡だ。海岸線に念をした忍びが出現。それにより戦場が大きく動揺している模様。念をした忍びだと。まさか内葉まだらか。その可能性が高いでしょう。頭自ら動いてきたか。戦闘の終わった瞬間を狙ってきやがったのか。警戒が最も緩む瞬間を狙って。内葉マダラ、なぜ今になって現れた。気をつけろみんな。貴様らに用はない。用があるのはこれだけだ。ただで渡す気はなしか。いいだろう。ならこれをくれてやる。口寄せの術。なんだあれは。でかすぎる。喜ぶがいい。こいつと遊べる機会はそう多くはない。行け、江戸を待つ。よくやったぞ、長次。長次、大丈夫か。うん、僕は。でも。やられたな。まさかあんな化け物を出してくるとは。
思いもしなかった。じき夜だ。一時収束して夜襲に備えての睨み合いになる。戦局は一気に不利になった。本部との連絡を密にして立て直すぞ。だるい。分かってるっす。